どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。毎週金曜、最近もっぱら19時ゲームスタート、オトライブインサウンドマインドの続きをやっていきたいと思います。で、もう撫でれない、もう撫でれねえよ。あ、電話か。電話は大丈夫よ。自分は一体何をしているんだ。あ、すごい、ガク。結構ね、このゲームガクガクってくるときあるんだよね。あ、消えてった。多分これだよね。お、急に出てきた。そういうわけじゃない?次のテープを見つける。今、あれか。毎回フォワーって消えちゃうな。一回探索かな。で、上見たでしょ。屋上が。なんか。無線機か何かあって、どうにかしないことには。で、もうランタンに灯せれば、今まで進めなかった場所が進めるようになるはずなんだよね。一回。ああ、そう、ショットガン取りに行こうぜ。あ、ちょっと途中にあった、ちょっと待って。上へ参ります。これ取れるか?むずいんだけど。でも、まあ、下降りるときの方が取れるな。ここで。え、取った!コインだね、コインをゲットしたわ。シャッカーあったのさ。左側だっけ?あー、ここだ。でもこれ、どうやったらシャッカー取れるさ。そういうことね。鏡越しに見れば、あ、なんかいっぱい書いてある。闇に紛れている、隠れている。あ、これを使えばいいってあれになったー。シャッキン!届かない?あ?何を言ってるんだ?届かないなんてそんなふざ…え?手で掴むね。撃った!うっしゃ!おー、バカだー!地下に落ちてたぞー!取り逃げー!向こう側だー!地下に行けー!あ、で、フレアが使える。ダーン!やった、ショットって何?ショットガンもゲット!サービスいた、ショットガンゲット。ショッコって何すか?ショットガンですよ。どんな髪型やね?いやね。シャコっつった?食べたいね。ショットガンはゲットで、まああれか、1階の場所かな。ショットガン手に入れちまったらおめえよ、もう余裕でしょ。これは、どうなんだ、爆発させて通るか。はい、コイン入れたよ。あとこれだけ。入れた。
スタミナが上がりました。で、この先だよね。ファイル。3人目の。マックスの家。メックス。メイヤー製薬解雇通知。メックスはメイヤー製薬に勤めてたのかな。プロジェクト人員の削減か。マックス2ゴールって言うんだね。職業は運転手だったんだ。輸送管理者。J. レイノルズ輸送管理者の人の名前が入ってる。ああ。あ、なんかメモがあるぞ。ディーン・ヘッシュボン弁護士事務所。職場での怪我？それとも事故？それとも不当解雇？現金給付の資格があるかもしれません。あ、まあ、電話したんだな、ここに。おお、やめて、これ。近くに何かあるパターン？体力回復。I'm feeling bloated. I'm all right.おー、つらいよー。子供が描いた家族の絵じゃないか、これ。開くの？おの、すごいな。マッドマックスみたいな車があるんだけど。すごくねえか、それは。急にすごいな。V8 かな？ V8 なんじゃないの、これ。メックス、アリスから聞いたんだが、夜中にガレージの壁に穴を開けたんだって。本当なのか？その壁の向こう側にマディソンの部屋があるって言ってたぜ。まあ、これはお前の家族の問題だからな。俺の意見は言わないでおくよ。ドライウォールの修理に手を貸してほしければ、俺に言ってくれ。多分修理しながら少し話できると思うぜ。お前が見た目より強いのか、壁が弱いのか、調べる価値があるな。お前の友、アンディより。アンディ、いい友達だね。ただまあ、あれか、解雇もされて、いろいろと悩むに悩んで、壁に八つ当たりしたか？どの壁？あ、ここか！あ、直してあるわ。ってことは、この壁ぶっ壊れそうだね。He's been working on this wall. この壁を作業していたようだ。What a beast. なんてでかいんだ。この車ボーン言って壁ボーンってやれんじゃないのこれ。違う？あ、そうだね、これそうだわ、これ。あ、ちょ、まあ、そうなんだけど、ちょっと待とうよ。ちょっと待とう。もっと周り見てからでしょ。あ、娘の部屋だな。プレイヤー、ファイヤー。鏡が割れてるぜ。お、ってことは鏡越しに何か見るものがある。怖い。殺してやるって書いてある。ん？赤い光は？ん？あ、いや、あ、自分の方がびっくりした。このパターン、原告マックス2ゴール、被告人アリス2ゴール。あー、あらら、未成年者マディソン2ゴールの単独親権は被告であるアリス2ゴールにとどまるものとする。家庭内で繰り返し問題が起こした経緯がある。ああ、でマックス2ゴールは私の患者だっただわけだ。これな、メンタルヘルスって書いてあるから、そういうことか。マディソン2ゴールが娘でしょ。で、アリス2ゴール奥さんで、マックス2ゴールが私の患者であり、まあ、この夫婦の夫だったわけだ。つれえよ。ボクシングみたいなのもやってたの。おら。あ、マックスのテープだ。俺を怒らせるもの、言われのない誹謗中傷、セラピー、道にできた穴、人。
追い詰められちまったんだな。あ、車だ。あ、でも車、ん？タイヤの跡がついてて、すべてをぶち壊せって書いてある。I can't carry that much ammo. じゃあぶち壊しますか。エンジン？え？お、お？まだ何も足りないって感じか。最終的にぶち壊した先に何かあるって感じかな。鍵持って帰ってこれるんじゃない？なさそうだもんね。どっか鍵ある？まだその時ではないかな。見るだけか、なんか転がってる？うん。ここが怪しいよね。ないな。ここも？いや、ない？What a beast. だね。まだキーがないからだろうな。でもシフトレバー、ではテープを見に行きましょう。電話かかってきそうだね。そろそろあのおせっかいが俺に対して何か言ってくるんじゃない？ん？ベンチだ。おん、来た。それで、ニゴールのテープに入ろうとしてるんだろう。やめておくべきだと強く思うがな。お前には無理だ。強さが足りない。やつに殺されるぞ。それは俺の仕事だけどな。はいはい、優しいんだな君は。あ、それでマックスは誰の元で働いてたの？おお、そのうちわかるさ。本当に嫌なやつだった。彼には気をつけて。あれ？そんな感じ？はいよ、頑張るぜ。いやだな、まあ、だいぶ気性荒そうだよね。行きます。あーでもすごい、今までの患者を表した絵が飾ってあるんだね。じゃあマックスこれかな。レッツゴー。おー、線路は続くよ。テープマックス、マックス、どこ？これでいいのか？あった。あんたなんでこんなのまで録音したいんだよ。得することがあるのか？脅迫か？まさかニゴルさん、録音されることが不快でしたらすぐにやめます。いや、俺に隠し事はない。真実のためだったよな。裁判所に命令されたんだろう？ええ、裁判所にこのセッションは命令されましたが、ここは治療する場所です。
そして大抵の場合、真実は治療のためになります。はい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 、まあ普通に診断してるわけだね。あぶね。ねえ、まあ裁判所に言われて来てるから、自分で受けに来てないんだよね、マックスは。だから自分は受ける必要本当はないのにって思ってるパターンだから。はあ、ま、俺は嘘つきじゃねえ、アリスが言うようなやつじゃねえ。アリスはあなたの元奥さん。神仙だ、元じゃない。それを否定するような紙には署名してねえから。なあ、離婚、本人はまあ離婚したいとは思ってなかったみたいな。まあ全てが思い通りにいかなくなってしまった時、認めたくないものだからな。やってたがって俺の人生ひっくり返そうとしてるんだ。人の結婚ダメにして、子供を引き離して、神さんは俺を敵対。次は一体なんだ、あんたが俺の権利や自由を奪うのか。こうしよう、俺に奴らの薬を出せばいい。どうせ処方をこっちは飲んだふりするよ。そしたら家に帰れる。マックスさん、私は療法士であって精神科医じゃありません。薬の処方はしませんよ。私はあなたを助けるためにここにいるみたいなね。まあ一生懸命普通にねお話はしているけど、ういっ。まあでもこの天気が悪い感じね、雷っていうのは本人の心を表してるんだろうな。だいぶ荒れている。うし、何、どうやって登るんだ。よいしょ、うわっ、オッケー。ではアリスさんの話は後にしましょう。では教えてください、採石場での仕事についてはどう思いますか。採石場は終わったな。メイヤーがあの土地を全部買っちまった。今あいつらの運転手をしてる。だからって何も変わらねえよ、運転は運転だからな。近々夜に大きな積み荷の配達を手伝うようになってんだ。どんな仕事だろうと俺には関係ないがな、やるよ。その金で娘の大学の学費を払うんだ。だって聞いてくれよ、俺はいい父親なんだ。みんなが何と言うよと。まあそうだね、ちゃんと親としての責任を果たしていると言うべきなのか。飲んだくれてるとはそういう感じじゃないけどね。その積み荷ってって感じだよね。言ってたやつ繋がってるよね。危ない積み荷だろうなあれな。うん、うん、なあ、いやでもここあれやないか。ドゥンドゥン、だいぶ装備が増えてきたが、サザン鉄道つながってない、あの場所へ、東大の場所へ。ねえ、アレンの時の事件と絶対関係性があるとは思うんだよな。荒野のウエスタンがあるね。うん、敵が普通にいるわ。なんだ、あ、貼ってある。奥には採石場がある。ぜひ頭から飛び込んでみてくれ。あ、もしそこにマックスがいたらよろしく伝えてくれ。うるせえよ、ご丁寧に毎回張り紙しやがって。二体か。あ、おもう、どん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 、オッケー、どん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 、三体ショットガン使っちゃおうかな。うん、よっ、ドーン、ドーン、最強だぜ。余裕ですな。プレイヤーはどうなんだろう、倒せるの。扉が開きました。お、電話だ。
はいはい、何でしょう。意地をあるなら好きにすればいい。探している答えはこの第三次の残骸からは見つからないぞ。だがどうしてもというなら、学習するんだな。怒ること、言葉遊びだ。すぐにわかるさ。あ、そうですか。ボブ、君はいいやつだが、もしまた君が許可証のチェックをせずに誰かを採石場に入れるようなことがあれば、二度とこの町で仕事できないようになる。君が中に通した元従業員は暴力的な物損事故を起こしたということは言うまでもないが、我々の業務全体を危険にさらした。それが今月の君の給料が大幅にカットされた理由だ。わかるな。これ以上ミスをするな。おー、まあ、管理者ですかね。上司からの。で、通しちゃったのは、メックスのことだね、これね。おお、マップだ。こっから入って、広いね、今回。採石場が舞台なのか。古い工場です。壊せるもんはぶっ壊して、アイテムがね、出てくることが多いんで。ん？なんだ？メックス、どんな感じで出て、車？もしかして車かな？車好きそうだったもんね。おお、びっくりした。なんだ？どういうこと？これ。リサイクル、ペットボトルリサイクルのマークにしか見えないんだけど。ん？あー、回転させるのか。トーマスじゃん。めっちゃトーマスじゃん、これ。列車になってくるやつ、もしかして。お、回復か。あ、いや、ショットガンの弾だ。やった。リロード。一回じゃあ動かしてみようか。てててててててれててれててててれ、あ、動いたね。てててててててれてれれれれてててれ。ただ現状動かしてもって感じ。これ通れる？あ、通れるわ。ボタンがあるね。チャコです。あ。どうやってぶっ壊す？ぶっ壊すのか？搬入エリア。No。あ、動かせるな。いけー。早い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 。あ、びっくりした。びっくりした。自分で押して何かぶっ壊したわ。あ、びっくりした。あー、なんだ、超びっくりしたわ。自分でやってんのに跳ね返ってきた。死んじゃうだろ今の。跳ね返ってきたら。あーはー、とりあえずまっすぐにして、はい、まずは入れます。で、向き変えて、こっちか。 GO っていうわけじゃないよね。あ、でも、あー、あったボタンが。これで上げて、よし、入るぞ。で、足場にできるね。そっから入れるか。で、多分真ん中ぐらいにしといて。ほい。Feeling bloated。よいしょ。来ました。あ。な、なんすか？なんすか？
ああショットガン、あーあーああ爆発物全部使っちゃったわー。おお弾守ってる、あいつ頭いい。ほんよし、はいはいはい、おねんねしなさーい。まあ高いところには登ってこれないかね。ですね、まだ戻しとって大丈夫でしたね。フュージョン、どうやってフュージョンさせる？あ、これか。はっ！おらいおらいおらい。ついた。機械について稼働ベースに機械を固定する際に注意すること。まあまあまあ危ないですよね。上部、下部の接続に失敗すれば大きな怪我もしくは死につながる可能性がある。え？待って、これ全然これ読まないでやっちゃったけど、常に内側に向けて組み立てること、常に外側に向けて組み立てること。なんでこれ、今これはなんだ、これ大丈夫か、これ合ってっかな。あれだな、一回ぐるっと回、おもうす急に出てくんじゃん。これぶつけりゃ倒せねえのかな。あ、いやまあ戻すとかねえから多分大丈夫。この後の話をしてる。くらえ！アタック！おいおいめんどくせえな。どうしようかな。弾あるし、どっか上上がってこっちかな。ほい。ダメか。ストレイフジャンプ。よし、ヘッドショット。ん？オッケー。あ、やめて。よし、で結果的にさ、これをどうするかだよね。ん？あー、え？あ、おう！それでいいんだ。それで。ただのあれだったんだ。工場兵器だった。威力回復は大丈夫。敵がいっぱいいるね。常にヘッドショットしていきたいところですけどね。オッケー。先に脅威を排除したい。で、今度は何？あ、ついたり消えたりしてる。警告、死の危険がある東トンネルには入るな。構造上の問題が疑わしいだけでなく、何年にもわたり様々な野生の危険生物がそこに住み着いている。トンネルが使えるようになるまでまだ何年もかかるだろう。バード、とんでもねえトンネルだな。とんでも飛んでる。おお、壊さない方がいい、やっぱ
またあのでかいの出てくるかもしんねえもんな。あ？何？とんでもとんでる？あ？え？あ？何？どうしたのみんな。え？普通にここから向こう側に行けばいいだけやな。あれ、なんで、俺なんでさっき行けたんだ、これ。え、な、な、え？あ、行けた。本来こう行くべきじゃないんだよね、多分。下歩いて、あっち行って、先頭して、くぐっていくんだけど。乗り越えてこっちから行けんじゃん。ははは！あ、いいね。あ、いていていてですわ。あ、いていていです。そうはさせねえよって感じで出てきたな。ここもぶっ壊したいね。あれを、でもあれはもう持ってこれねえもんな。こっち行こうか。ん？なんだ？何か使えそうなものはありますかね？乗れればだけど無理だな。持ってはこれないね。繋がってないから線路が。別にここからじゃなくてもいいんですけど。あれ？むずっ。よし。あ、いや、あそこ壊せるわ。で、上から入るのか。敵が出てきそうだな。壁にかかってる金属プレートだ。ずいぶんとでかいプラスネジだな、これ。ないね。何で？ドライバーが欲しいな。回復と？あの上取ってくってこと？マジで？なんかある。どういう状況？怖い。やだ。壊れそう。怖い。あっ！ガルホー！マジュー！やろ、マジで。またやりやがったな。めっちゃ驚かしてくんじゃん。ボンジューって。あいつは本当に許さない。あ、こっちが来れた。あ、いるわ、敵がよ。はい。ちょっとあいつ今からお話ししてくるから一旦休憩にしようか。あー、びっくりした。はい、ということで、動画を見ている方は今回ここまで。次回お楽しみに。ほんじゃまたな。Hold on.